静かに。水のように動け。幼児隠れの術。この後のは突入する。俺の仕事だ。探せ。難しすぎる。分かっている。ごめんね。狐が狩り中よ。ネズミの歯。すぎる。見事な立ち筋だ。ありがとう先生。その呼び方はやめろと言っただろう。待って、私が鳥の声真似をするよ。うまくいくよ。どこだ。さっと。時間がもったいないぞ。素敵なメロディー。隠れたはずだ。すごく鋭いわ。楽しいわ。抜き足。手を貸そうか。大丈夫だよ。ありがとう。100勝目。教えろよ。はっ。今小刀さん。小刀はダメよ。ワナさん、来てね。嫌なサプライズでしょ。そう、静かにね。どんどん飲めよ、アボの牛め。役所どもを見張ってろよ。鳥の声。誰かいるのか。そこまで行けないな。すごく鋭いわ。できる。ふっ。一旗目完了。二旗目完了。もらうわね。まだ突っかえてるのか。怠けた荷馬車だね。上には誰も注意を払っちゃいない。飛び乗ってやろうよ。悪い策ではない。美しい石だね。崖から身を乗り出すのが好きな石。誰かが下を通りかかるのを待っているのかもね。ああ、俺が使うような言葉ではないが、まあ原理は同じだ。うん、ちゃんとメロディー。隠れているのは分かっている。3人目完了。ちょいとうますぎるんじゃないのか。どういう意味だい。なんでもない。あと1人。我ながら上出来。ちょっと筋がいい。誰に教わった。野良猫さ。野良猫か。音を立てるな。一生懸命働いている。早く水のように動け。静かにして。あっ。ふっ。静かに。ゆっくりと。ふっ。簡単ね。馬車はまだ突っかえてるのか。お、車輪が止められてるね。自由になりたがってるよ。ならば止
留め具を破壊するべきだ。旗4つ。次は象の場所で無限に合図を送らねばならない。無限って誰？すぐにわかる。狐が狩り中よ。しー、静かにね。醜いやつだ。音を立てるな。黄色の木。何故やつらは僧侶と行動を。旅の安全祈願でもしてるのかしら。ならば祈りは聞かなかったということだろう。ゆっくりと。準備完了。突入する。仕掛けがいっぱいわよ。醜いやつだ。神道滅却。音を立てるぞ。音を立てるな。俺が敵の気をそらす。あの音はどのくらいかかるんだ。この場所はおっかねえ。静かに。頭を下げていろ。全体進め。上様のために。